ビューフォートはアメリカ海軍の紹介フリゲート。タコマ級フリゲートの一隻。艦名はサウスカロライナ州ビューフォートにちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。ビューフォートは1943年7月21日に海人委任契約の元ウィスコンシン州スペリオルのグローブシップビルディング社で寄港する。1943年10月9日に エルマ・ジー・ロジャーズ夫人によって命名浸水し1944年7月8日に海軍に引き渡されボストンに移動するため一時的に収益する。ボストンには1944年7月20日に到着し7月29日に退役ボストン海軍交渉で気象観測艦に転換される。1944年8月28日に 艦長ジョージ・アール・ボイス沿岸警備隊調査の指揮下一時的に収益した。翌週ビューフォートは偽装を完了し、新たな艦長の BR ・ヘンリー沿岸警備隊中尉が着任した。9月8日に成長のためバミューダに向けて出航し、10月6日にボストンに帰還した。その後9日間の修理を行い、続いて発生サウンドで5日間の訓練に従事した。 ボストンに帰還するとすぐにニューファンドランドのアージェンティアに向かう。その後1946年3月までアージェンティアを拠点として気象観測及び航空、海上救難艦としての任務に従事した。3月、ビューフォートは一時的に不活性化予定として指定される。3月28日に第5海軍艦区司令官へ報告を行い、4月19日に バージニア州ノーフォークで退役する。1946年5月21日に除籍され、1947年4月11日にペンシルベニア州チェスターのサンシップビルディングドライドック社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。